アスルクラロの守備の粘り強さが光った試合だったかと思いますけども、試合振り返ってまずは一言お願いいたします。はい、えー。まあ本当に勝ったことがあのまずは良かったなと思います。あのこの前長野戦であったりその前のあの相模原であったり、あの勝ててない状況が続いたので、で残り三試合だったのでその一つでもこう勝ちたかったんで良、えー、かったと思います。大西選手ご自身も試合終了間際のビッグセーフがチームを救ったかと思いますけども。 そうですねそれまでにあのフォワードを含めこうディフェンス陣がすごい頑張ってくれててでやっぱそれでも、ね、サッカーですからあの突破されることはあると思うんでその時にこにキーパーの僕があの守れたらいいなと思ってますいつも3試合ぶりの勝利どう次につなげていきますか、はい、もうあと残り2試合あの上の順位を目指すだけなんで、えー、また30人全員選手全員チームスタッフ全員であの1週間いい準備。 していきたいと思います。試合ごとに応援してくれるサポーターの皆さん増えています。サポーターの皆さんに一言お願いします。えー、そうですね。本当にあのホームアウェイ問わずあのスタジアムに来てくださる方、えー、またダゾーンさんでこう見てくれる方、本当に僕たちのあの力になっているので、あと残り2試合ですが一緒にあの戦ってもらえると嬉しく思います。ありがとうございました。